トシ君、はい、ついにお別れだね。今日まで。今後はまあトビの仕事を。なんか知り合いで2人でやるの。僕はトビの方で、うん、もう一人の子は解体で。トシ君だってもう何年やってきた。だって足場立ち上げから一番最初のメンバーだよね。どうしても なんか考え方違うのかなって。ぶつかるってこと、意見が、はい、あ、ぶつかるんだ。はいあ、はい、そんなもんかな。あ、なんか一回揉めたちょったね、二人で。あ、カンタだっけ、トシ君とカンタ。あ、バチバチ揉めたでしょ。君にやるんかとか言って、カンタもカンタがバーってなってたんで、でエメゴラーとか言ってカンタがってなっとったんで、嘘でしょ。そこでバーって無駄くなんですか、目になってマジですぐ止めてこれ炎上するやつもしかしていや、はい、お疲れー。合わせてこのドアとかこっちでやれば、えーで、はい、エクセルで表を作るのに、おい、お前今仕事中だ、勉強する時間じゃねえだろ。あそうだあどう、トシ君、はい、ついにお別れだね。今日まで。いや違います、まだ座ろうか。まだ、なんか金減る断ったらしいじゃん。え、断った、なんかもう辞めるからって言ってもらえなくなったって言って。あ、違う、七色を抜けるから、なんかもともと金ヘルもらえるってやつだ。そうなんですけど、うん、なんかあっちの人が七色に残らんかったら、あんまいいかみたいな感じになったんですよね。話が出たんですか。ああ、みたいですね。金ヘルな、大林、いや、矢作です。矢作、うん、あの半年前にもう出すださんって言ったじゃん。そんな違うんだよ、多分。それは違う、別に金ヘルじゃなくて、あれはもらったの、あれはもらったの。もう一個あるじゃないですか。表彰されたね。ああ、それもらいました。表彰された。はい。あれ何だったの。あれは現場の MVP みたいな。なんかあったよな。はい。うん、それもらったんでしょ。それは特注のヘルメットがもらいました。それあるの今。あります。どこにある。あ、車にある。ああ、見たい見たい。すぐある。それ何が違う。色が。いや、結局はこの艶消しのブラックで作る、その時に表彰された3人表彰されてるんですけど、その3人だけのために作ったらしいです。ああ、そういうこと。はい。そうか。トシ君、で、いつまで、はい、ちょっと視聴者の人がついていけんと思うので、ちょっと説明しちゃってくれない。まあ、とりあえず、うん、この度、株式会社7位から、独立して、仕事をすることになりました。うん。はい。ダメだ。ダメだ。なんでそんな、許してないでしょ、俺。いやいや、応援するわって言いましたね。応援するわって言ってましたね。お前、いつからやって、今日から。いや、違う、全然。2月いっぱいは。あ、2月いっぱいおって、で、何やるの今から。今後は、まあ、トビの仕事を。なんか、知り合いで2人でやるの。会社を立ち上げるみたいな。そうですね。何、別会社みたいにするってこと。僕はトビの方で。うん。もう一人の子は解体で。そうなの、2人で一緒にやるの。2人でっていうか、まだいますね。喧嘩だな。もうならんすね。もう付き合い的にクソ長くて、もう本当いろんな仕事、今までもちょこちょこは付き合いはあったりは。そうね。お金の流れはどうなの。いや、もう それもみんなで集まってもう喋って。その自分の仕事は自分でみたいな。いや、もうほぼほぼ全員給料全員同一みたいな。残ったから誰のもんだ。はい。残ったから誰のもんだ。で、その代表者。代表者っていうか、まあ結局は絶対喧嘩になるぞ。ちょっと絶対になるでしょ。じゃあ常に逆にやらんほうがいいでしょ。一応代表は代表で決まってます、うんうん、やる子は、うん、でその子がまあお金の管理をするみたいな。一番なんでそこをあんまりゴタゴタしたくないんで、うん、まあ給料っていう給料の設定をみんな一緒にしてみたいな、うん、ただ単にでもそっちの自分たちのお金の流れはお金の話をしたよ。じゃあお金で揉めるから絶対人間は。なんで仕事では揉めんけど。給料は給料っていう形ですね。うんうんうん。うん？ごめんごめん。電話がなった。代表者がお金の管理して、はい。まあみんなもう給料制でそいつに集まるってなったから。じゃあ例えば俺がスレッドやる。はい。俺も会社やろうと思ったんだけど、お前ら一緒にやってくれーって。はい。まあ給料こんだけしか払えんよみたいな。はい。感じでやるならなんかいいかなと思うんだけど。そう、みんなで山分けねみたいな感じだと
山分けっていう山分け、そういうのをするつもりはないんで。うまくいきゃいいけどな、なんか心配だわ俺。まあ昔から本当付き合いすぎて、もうそう今更そんな、何ですかね、うん、なんでもう元々その取り決めようって言ってるんですよ。もういくらやったからいくらくれとか、うん、その現金にいくらくれとか、そんなことをもうゴタゴタ後々したくないっていうので、うんうん、もうその辺も話してるんですよ。どうすんだお前、トシコがこうやって、まあ、すごい大きい存在だったんで、うん、最初も辞めるってなった時どうしようかなと思ったんですけど、うん、お前右手にするのは誰だって言ったら、トシ君って言ったもんな。はい、いや、お前トシ君じゃダメだろって言って。いや、こいつはこいつの年代じゃん。カンタとか、リュウジって名前が出んと、まだまだだなと思ったんだけど、トシ君って言っとって、言っとったんだよ、今度こいつは。ああ、だけどやっぱトシ君って存在でかいんだろうなと思ったけど、やれるの。まあまあ、これ、あ、カーテン取ったね。取りました、来たね。めっちゃ逆光だな。うん。え？出会いがあれば別れがあるみたいなのもあるじゃないですか。お前さえしゃべった、お前なんか分かるしかねえだろてめえこの野郎、お前、おいあげがでがやっぱ分かれはるよな、まあ、分かればっかはありえんからな、はいはい、出会わんと分かれへんからな、そうです、うん、まあ女もそうだよな、そうそう、出会わんとやれんしな、どんな例えなりがあってもな、うん、分かる分かる、そうだよな、トシ君だってもう何年やってきた、うちだって足場立ち上げが一番最初のメンバーだよね。そうですね。一回辞めたっけ？いや、辞めてないです。辞めてないです。あれはどこ行っちゃったっけ？いや、それは塗り替え道場ができる前の話です。で、俺はトビやっとって、はい。そっから塗り替え道場を作るっていうので一回トビが解散したじゃないですか。うんうん。その時ですよ。僕がいない。あんで塗装である程度うまくいって、なんか4、5年空いたのか。3年です。あ、そうか。そっからずっとおる。そうです。なんか一時期おらんかったよね。いや、営業行ったんです。いや、営業か、営業、あ、そうだそうだ、営業やっとったわ。何年やっとった？2年です。営業2年やって本社で1年。ああそうだな。で緑店で支店長やって。ああそうだね。あそうだね、いろんな経験しとんな。はい、あそういうこと、まあ、一緒にいるよりも、うん、いや、いろんな仕事の話だいぶショートは喋ったんで、うん、あれだったんですけど、うん、どうしても なんか考え方違うのかなって。でそこで思ったのが、うん、やっぱり僕で、あの寺がおった時からもずっと言ってたんですけど、うん、僕は僕でやりたいことがあるから自分でやりたいって、ぶつかるってこと、意見が、はい、あぶつかるんだ、はい、あはいって、そのもんだろ、軽いね、なんかあはいってイエスみたいな感じが、大会飲んだ時はぶつかる。何にぶつかるの、どういうことですか、どういうこと、どういうこと、まあ、多分トシ君が考えとることを、うん、なんか僕が考えたことは全然違うんですよ、やっぱり。なんか、やりたいことでも。例えば、キャバクラ行くかスナック行くかみたいな。2軒目どうするみたいな。いや、居酒屋でしょ、2軒目もって。何でも褒める。仕事のやり方でしょ、現場、もう例えば。あと、トシ君って多分、何ていうか、まあ、結構説教するじゃないですか。うんうんうん。ああ、なんか一回揉めたっちゃったね、2人で。あ、カンタだっけ、なんか、なんか、応援場所でしょ、だやったカンタっすね。だやったトシ君とカンタ、あバチバチ見えたでしょ、てめぐらーみたいになったんでしょ、で、表でやろみたいになったの、そうっす。なんで、まあ、それは仕事の話で、いや、仕事関係ないです。まあ、仕事、なんですか、タケを、まあ、行き道にラーメン屋があるんですけど、うん、で、トシ君とも全員で、あそこ、まあ、一覧、うん、一覧あるよねって喋ってたんですよ。うん、で、タケに、その、まあ、豊君たちも戻ったんですけど、うん、豊君たちと一緒にみんなで戻って。そうです。で、タケが飲んでなかったんで、うん。じゃ、タケ、一覧行こうぜ、つって。うん。で、行ったんですよ。タケ、どこですか、どこですか、みたいな。うん。で、トシ君は、いやいや、もう一日行ったんや、みたいな。うん、一覧あったやろ、みたいな。なんでお前ここまっすぐ来ただけなのか分からん、みたいな。うん。まあ、人の話何も聞いてねえよな、みたいな。言ったんですよ。結構強めで。うん。で、そしたらカンタが、なんでそんな言い方するんですか、みたいな。おう。タケに対して、いや、僕に、いや、タケに、で、カンタに言ってたんでしょ、カンタに何か言っとったわけじゃなくて、タケに言ったセリフを、何でそんな言い方するんですかって、かわいそうでしょみたいな感じでしょ、はい、そうです、そうです。おぉ、すごいね。そんなことであいつ。いや、言い過ぎっすよ、とか言って言い過ぎ。あいつそんなことで熱くなれる男なの、で嘘でしょ、あいつは人の方がどうでもいいでしょ、あいつ。嘘、仲間の方がいいですね、あいつは。あ、ほんと、はい、あそこで何、熱量が入ったんだ。そうです。で、もうトシ君な、何言っとんのって、タケにそんな言い方しんでいいじゃん、まあ、最初は、はい、カントもちょやめてくださいみたいな、うん、そんな言い方ないじゃないですか、今トシ君のバーっていうもんで、またそれ言った誰に対してカンタにもカンタにもタケにも言うんです
違う違う、女もあれだろうとか言って。じゃあ、トシ君めちゃくちゃ酔っ払っとったんであれなんですけど、その日そう。あ、酔っ払ったな。まあまあ、言うようになってました。うんうん。まっすぐ歩けんぐらい酔っ払っとって。うん。まっすぐ歩けんぐらい。これ炎上するやつもしかして。いや。うん、しょうがない。まあ、職人だね。俺は行ってね。どこまで行っても。タケはまだその時、スイッチ一緒に入っとったのか。タケはもうちょっと。血。嘘嘘カンタが言ってくれとるもんね、竹も多分チーンってなっとったんですけど、で、一覧ついて、トシ君帰るって言ったんですよ。で、僕もね、トシ君も一緒に帰るとか、ね、あ、もうラーメン食べずに、そうそう、歩いて帰る、まあ、もう帰ってくわって言って東海市からね、結構ちょっとなんだ、歩いてどんだけかかるの1時間以上かかるし、2時間ぐらいかかるでしょ、まあ、歩いて帰るっていうか、まあまあ歩いて帰るって言っちゃったのはあの、まあ、バトンさんに出たセリフなんですけど、うん、とりあえずは、まあ、まあ自分も寄っとるのも分かってるし、うん、これ以上一緒に乗っても、うん、ガガガガ言い合っても仕方がないから、うん、そんなに言い合っとったの一回離れたもん。カンタもスイッチ入ったんだ。いや、てめえあるんかとか言って。カンタもカンタがバーってなっとったんで。で、てめえおらーとか言って。カンタがってなっとったんで。嘘でしょ。いやいや、なってました。で、お前おったので、もうすぐ止めて。お前どうしたの水なんつんだ。でも最初もトシ君と呼んでたんですよ。まあまあ。で、カンタも結構言うから、もうトシ君酔っ払っとるでしょうがないじゃんみたいな。で、まあ一覧ついて、で、トシ君歩いてったんですけど、カンタが向かって、なんで帰るんですかみたいな。話し合いましょうよってなった時に、トシ君もなんだお前ってなって。もういいや、俺帰るって言っとるだろみたいな。マジで、そこでバーって胸ぐらつかみ合いになって、マジですぐ止めて話して、まあそこでは今後一切も俺とは喋んなっていうふうになって解散。あ、トシ君が、あ、そう、あ、お互いにもう言った、お互いにって言ったけど、あ、俺なんか、俺それ動画にしたっけ。してないです。ちょうど忘年会前ぐらいだよな。そうっすね。あ、ほんと。で、忘年会かなんかをやるときに、うん、ショウがいや、もうほんと気まずいですって、ちゃんとしゃべってくださいよって書いてて、で、ちょっと忘年会始まる前に、うん、カンタと外で二人でしゃべって、うん、あ、でも仲直りしたんだ。あ、でも、そこで今はもう別に普通なの。別に普通です。なんかあったらやったらぞって思っとるなんかあったらいつでもやったらぞ、ほらって思っとるの。ナイスナイス。ほら、まだ負けてねえぞ、ほらって。だからやめるんだ、わしは。いや、そんな嘘。いや、もうほんと、出てやろうと思うのはやっぱ、うん、ずっと、うん、もうここ数年ずっと思ってる気持ちなんで、うん、やっぱ出て自分が思ってるようにやってみたい、うん、うちの仕事は手伝ってくれんの。いやいやいや、あの それも一回電話で僕言いましたけど、だってあのそう覚えてないよ、俺そんなこと。いやいや、覚えてくださいよ同じことまた同じ話してますからね、俺。お互い切磋琢磨できれば僕はそれでいいと思ってるんで、うん、別に一切手伝わないとか、うん、あの一切こっちの仕事も振らないとか、うん、もう二度と一緒にやらないとか、そういう話ではない。仕事まで振ってある場合だから、もうなんか当てあるね、これ仕事の。いや、まあ、ちょ、目が泳いだ、まあまあ、当てあるな。いや、当てどころか、当てどころかメインティッシュあるな。なあ、いや、いろいろ喋ってたらやっぱ付き合いも出てくるじゃないですか。うんうん。で、こういう話がある、まあいい話が転がってきたんだ、たまたま。まあ、ちらほらは。まあ、それは大事じゃん。まあ、なんもない時にビューって出てくるよりも、まあ、いい話が入った時に、ね、ああ、じゃあやってみようかなって。まあ、それが、まあ、まあ、そんなもんじゃん、商売なんか。はい、俺もそうだったしね、やったきっかけって。じゃあ、視聴者の皆様とトシ君の顔を見る機会が減ると思いますが、ね。はい、まあ、また頑張っていこうと思います。ちょっと、ショーからも爆弾発言があるんでね。まあ、はい、じゃあまあ今日の動画にはしんけど、ちょっともっとでかいね、はい、これね、それぶち切れだけどね。まああれですけど、ちょっとまた今度爆弾発言また近いうちあると思います。じゃあ皆さん、またチャンネル登録いいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。